富士重工業は6日、ビッグマイナーチェンジをして進化したスバル、フォレスターと XV のお披露目を東京都秋島市のアウトドアグッズ専門の商業施設、森パークアウトドアビレッジで行った。イベントはライブペインティングで注目を集めるたけしさとさんにより、真っ白なキャンバスに山や森、ログハウスが描かれる。 というパフォーマンスからスタート。富士重工業広報部の岡田隆弘部長は、スバルは安心と楽しさを提供したいと思っています。社内ではライフアクティブと呼んでいますが、スバルのお客様は人生を楽しんでアクティブに生活を送っている方が多い。 そのイメージにこの森パークアウトドアビレッジが合っていると思いましたとアウトドアグッズやアパレルを扱うショップが集合した商業施設を選んだ理由を説明した。スバルは今回発表したフォレスターや XV の他にもクロスオーバー7やアウトバックもラインアップに揃えアウトドアと馴染み深いのも特徴的だ。 今回のフォレスターの進化した内容は、本格 SUV としての機能はもちろん、アイサイトがバージョン3になり、安全性がより進化。シートやサスペンションを最適化して快適性を進化。 力強いデザインのエクステリアが進化という3つのポイントを説明した。一方、XV に関してはカジュアルに乗れる SUV としてタンジェリンオレンジパールや新色としてハイパーブルーというポップなカラーリングを採用していることはアウトドアグッズのカラフルさと通じる。 アイサイトがバージョン3に進化して安全性が進化した、他、ワイド感あるバンパーなどのエクステリアを採用したとした。会場に置かれた展示車両のスタイリングや、モデルの衣装をコーディネートしたスタイリストの平、健一さんは、全体的にアウトドアと街を融合したシチュエーションを演出して、荷物を多く乗せて、 アウトドアに行く。という雰囲気を出してみましたと展示のイメージを語った。また、今回の発表会は、スバルが現在推進している、ユーザー参加型の取り組み、アクティブライフスクエア活動の一環として、 抽選で選ばれたユーザーも参加。参加者向けの試乗会も開催された。試乗会では、ダート路面で、加速やスラローム走行の安定性、丸太が組まれた、路面、水深20センチメートルの水路。 傾斜のきついの上り坂やヒルディセントモードを使い自動で安定した下り坂の走行など、スバル車のオフロード性能を堪能できるプログラムが用意された。改良新型となったフォレスターと XV は10月28日に開幕する第44回東京モーターショーにも展示。